宮城県立も桃支援学校は、宮城県仙台市青葉区落合4丁目にある県立特別支援学校。宮城県立子ども病院に併設される関係で、死体不自由者と病弱者に関する教育領域を扱う平地校である。宮城県政治拓桃園が開院したことに伴い、現地の小中学校の宅桃園内分校として設置された後に、 当時、県内唯一の死体不自由を教育領域とする養護学校であった宮城県立船岡養護学校の文校として開校。その後、宅東園の大改築が行われた1972年に宮城県立宅桃養護学校として独立した養護学校となった。公明の由来は、併設元の宅東園から取ったもの。開校以来、 現在地に移転した2016年度現在も、高等部が設置されていないため、死体不自由領域単独の教育が受けられる。学校は、文校時代の母体校である、宮城県立船岡支援学校となるため、同校へ通うことになる。病弱も同様で、統合した子ども病院分教室の当初の母体校であった、宮城県立西田賀支援学校へ通うことになる。2009年に、 他の県立の特別支援学校と足並みを揃える形で現在の宮城県立たくもも支援学校となった。宮城県立たくもも医療療育センターの移転方針に伴い宮城県宮城広瀬高等学校の敷地の一部と宮城県立子ども病院隣接地にまたがる部分への移転が2016年4月に行われた。これに先立ち2015年度には 子ども病院分教室が宮城県立に下賀支援学校から本校に移管されていた。宮城県立子ども病院のフルオープンを及び子ども病院分教室の併合により2016年度からは従来の死体不自由に加えて病弱も本校で扱うことになり平地効果された。ありがとうございます。